はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルービッシュです。では今回は提督の決断法パープギット続きをプレイしていきたいと思います。シンガポールをはじめ、南太平洋の大半を勢力圏内に収めつつある日本なんですが、ついにアメリカ軍の反攻作戦が始まってですね、前回小笠原沖にアメリカ軍の艦隊が押し寄せるという状況がありました。で、それをなんとか撃退はしたんですが、厳しい状況が続くのかなというところで、しばらくは防衛戦も念頭に入れてプレーの方はしていく必要があるかなというふうに思っています。一方、対イギリス戦線の方はですね、シンガポール、ここが、まだ飛行場が完成していない状況で防衛戦を展開しなきゃいけないという中、今艦隊はですね、3個艦隊入っています。とはいえ2つの艦隊は潜水艦隊になっているので、実質水上部隊は1艦隊なんですが、空母2隻に対して戦艦が1隻、従順が1隻、軽巡が2隻と、かなり厳しい防衛戦になるかなと思いますので、一刻も早く空軍の基地ができるのを祈りましょうというところになります。で、主力の艦隊ですね、ソロモンを気に入る主力の艦隊、これはこの後ですね、作戦目標としては画面の左上に出ている南太平洋を1月までに攻略という目標が出ているので、一旦アメリカ軍のこの南太平洋を目指します。で、その過程にある3号海、ここの攻略を次行っていきますというところで、オーストラリア沿岸を経由することにやっぱり変えます。オーストラリア沿岸を取ることによって石油、アルミ、鉄、そしてお金と全てが手に入るので、何としてもこのオーストラリアはやっぱり早めに欲しいというところから、オーストラリアを経由して珊瑚海で南太平洋という経路で進んでいきたいと思いますので、次戦はですね、オーストラリア沿岸になります。まあ、ただ今お話しした基本戦略で行きたいんですが、残念ながらオーストラリア沿岸に今スパイが入っていないので、広大なオーストラリア沿岸の航空基地の場所、これがわからないという中、オーストラリア沿岸に攻め込むのはちょっとリスクが大きすぎるので、本来だったらオーストラリア先に行きたいんですが、行きたいんですがオーストラリアではなく、今言った諸事情から珊瑚海、ここを先に攻略していきたいと思います。では艦隊の移動から行っていきましょう。ソロモンにいる艦隊ですね、これを一旦珊瑚海へと移動。まあ、取った取られたという動きが出てくるかなとは思うんですが、それはもうしょうがないかなというところですね。なので、まあ、珊瑚海取った後は珊瑚海に艦隊を駐留させたいところなんですけどね、今艦隊に余裕がなくて、建設中の艦隊をちょっと見ておくとですね、今昇格型の空母、これがあと1週間後に4隻出てくるんで、この4隻とあと2週間後にできる潜水艦隊、これの完成を待ちましょうというところですね。空母艦隊新しく4隻入ってくれば組めるので、その空母艦隊でハワイ攻略を目指すという流れになると思います。では時間を進めていきましょう。珊瑚海はね、無難に確実に取っておきたいんですが、敵の基地がありそうな場所でいうと、3つ可能性がありそうですね。ここもスパイは入ってないんですが、3つ、どこにあるかちょっとこれだけだとわからないんですが、一番近くにあるのがここにありそうか、ここにありそうか、この2つの場所から敵の航空機部隊が出てくる可能性があるんで、一番近いところ、こ
これ戦艦部隊を配備して、次に空母部隊で、最後にもう一個の戦艦部隊を置いて、画面のマップの左側ですね、ここにある基地があった場合かな、ここにあるというかここに基地があった場合にはそれを早々に攻略するという流れです。一旦時間の進みを普通に戻します。まあ、まずはね、さっきお話したようにさっさと索敵をしちゃいましょう。敵よりも先に見つけるというのが絶対条件なんで、まずここにいるかですね。で、ここはもうすぐ、なさそうですね。見えてるけど反応してないんで、ここにはないというのはまあ間違いないかなと思います。そうなるとここかな、ある可能性があるのが。偵察機が飛んでどうなるかというところと、画面の右側、ここにあった場合ですよね。まずはでもここにあるかどうかだな。ここにもし敵の基地があったら発見されてしまう可能性がありますからね。偵察機がちょっと思うように飛んでいないんで、一旦コントロールを自分の方に持ってきちゃいましょう。確認したいんだけどな、偵察機飛ばして。ちょっとそこの確認がうまくいかないうちに団子になるぞ。この団子の状態で敵に発見されたら最悪のことになりますからね。もうどこに爆弾を落とされても被弾してしまうっていうね、そういう状況は避けたいんですが、ようやく偵察機が来たけど届かないね、偵察機の足が。まあ、偵察機はやっぱり足が長ければ長いほどいい、航続距離が長ければ長いほどいいですからね。今敵に発見されたくないな。敵の部隊が出てるかどうかですね。あとは艦隊がいるかどうか。敵護所発見、ここですね。であればここに一刻も早く攻撃隊を送りましょう。了解。空母からの発艦時間は、まあ、母艦に搭載している航空隊の数に依存するんで、航空隊が多ければ多いほど遅くはなってしまうというようなんですけど、何はともあれ敵よりも早くね、攻撃隊を飛ばすというのが重要なんで、ミッドウェーではね、その判断がどうだったんだろうかと言われてますけど、まずは敵の砲台は完全に破壊し終わりましたね。これで第2次攻撃隊を飛ばしていきます。了解。もう一回攻撃隊飛ばして、あとは戦艦からの砲撃が入れば飛行場は撃破できそうですね。この規模だとおそらく飛行場3つは絶対にないと思うんで、あるとしたらここに飛行場がある可能性があるかなと思うんですが、雨が降ってきたんで一時航空隊の発艦が見送られてます。
まあ、最悪の場合に備えて潜水艦を一隻派遣しておきましょう。了解。雨が止んだらすぐに航空隊を飛ばしていきます。もうすでにね、敵の砲台は沈黙させてるので、敵からの反撃はない。雨が上がると敵も攻撃隊を飛ばしてくる可能性があるので、雨が止んでいるうちに急いで砲撃で体型を削っておきたいところですね。あともう本当にそろそろ揚陸艦を何隻か用意して、こういう状況下になったら揚陸艦を飛ばして、うん、揚陸艦を使って敵基地の占領っていうのも考えていきたいんですよね。さあ雨が止みましたというところで爆撃機飛ばしていきます。これでね、多分とどめが刺せるんじゃないかな。これで勝利になったので、敵の艦隊は出てませんでしたね。いやドイツ軍がちょっといまいち微妙なとこだな。ようやくシンガポールで飛行場が完成してます。さらに空母が4隻、これは大きいな。さらに臨時予算2000。そしたらまず忘れないうちに、この飛行場、虎の子の飛行場なんで、この飛行場、しかも敵が押し寄せてくる場所がいまいちわからないんですけど、まあ、おそらく東から来るんじゃないかなっていうとこか、もしくは西から、北からはないと思うので、画面のこの真ん中の上ですね、ここをまず飛行場を建設しましょう。雷撃機だな。観光、これを配備していこう。爆撃機が21機、偵察機は97の飛行艇に変えよう。でその分97観光7機増やす。もっともっと欲しいぐらいですけどね。ではお金が入ってきてますので、やっていくことをしていきましょう。まずスパイですね。オーストラリア攻略に向けてスパイ、さらに南太平洋で技術開発は薄く入れておきます。ちょっと厚く入れられないのが残念で、物資援助はアルミをまた2000ほど供給しましょう。で、航空機の方なんですが、まあ今のところ最も万能な救急式の艦爆、これを50機生産しちゃいましょう。で艦船の方なんですが、数がどうしても必要になってくる駆逐艦、まあ本当に弾よけ的な意味合いが強くなりますが、駆逐艦を2隻で、空母を作っているので新建成で第7艦隊に空母4隻を入れて、この空母を
小笠原に合流させましょう。ただ小笠原に行くだけでは艦載機がないという、なんとも悲しい状態にはなるな。いや艦載機なしか。艦載機なしの空母ほど使えない空母ないぞ。とはいえどうしようもないからな。厳しいな。とりあえずそしたら残り1隻分で輸送機を、輸送船ですね、輸送船を作っておきますか。3隻作ったんで輸送船をちょっと増やしておいて、オーストラリア沿岸無謀にも艦隊船仕掛けるか。じゃあまあそういう状況になりそうですね。そしたら今回はね少し短いんですが、サンゴ海攻略済みというところで一旦ここまでにさせていただいて、次回ですねいよいよオーストラリア進攻を行っていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。